オットーフォン・マンチザン、シュボーバーの庭園オットーフォン・ミュンヒハウゼンは、ドイツの植物学者である。現在のニーダーザクセン州、ハーメルン近くのシュボーバーに、男爵家の長男に生まれた。ゲッティンゲン大学で学び、後に、ステムベルクとハーブルクの領主となった。1750年に、シュボーバーに8ヘクタールの広さのイギリス式庭園を、作った。ヨーロッパ大陸において最も古い。 イギリス式庭園の一つであるとされている。カール・フォン・リンネの友人で、リンネの用いた二に名法で、いくつかの植物を命名した。1764年から1773年に、かけて、園芸、農業の教科書でハウスベーターを執筆した。G.C. エインズワースの、キノコカビの研究誌ではミュンヒハウゼンは、ホコリ竹属のまき散らす黒いホコリを拡大鏡で、 観察すると丸い球体が見え、この埃を水に浮かべて当な温度に保つと、膨らんで卵型になり、動物のように動きをくじつ、繊維状の塊を作り、そこからカビもしくはキノコが出てきたという実験結果を発表し、リンネの分類に影響を与え、菌類の胞子を動物の卵だと解釈した人物の一人に挙げている。リンネによって、ミソハギ科の植物の俗名、 ムンチャウシアに命名されたが、後にこの属は、ラガーストレミアのシノニムになった。MNCHH は、植物の学名で命名者を示す場合に、オットーフォンミュンヒハウゼンを示すのに使われる。ありがとうございます。